ってやっぱり難しくって、今の私の中のターゲット層イメージは、まあそうやな、18とかぐらいから上は、そうやな、まあみんなにその可愛いって思ってくれた人は年齢関係なくとか、男性女性関係なく使ってほしいなとは思うけど、イメージ下、なんかな、あれやね、下北に出す時とか違うところで出す時って言って、場所によってちょっと年齢層のハマりそうなものを変えてみたりとかしてるんですけど、下北はね、割と若めをターゲットに買い物来る方がね多いんで、割とねやってるんですけど。これ使ったらできるかな。 手元ちょっと考え、あ、二重箱バレた、リングライト登場した。このままリングライトなグラグラやねん、そうかな、なんかな、グラグラやねんか。あ、そうか、別に上からじゃなくてもいいんか、ここの机にリングライト置けんか。じゃあ、少々お待ち。ちょっと準備します。じゃあ、これを出してるな。この、そうね、結構、ごめんな、こういう感じで、汚かったですね。すみません。すみません。横の台から取ります。セッティング。黒猫武蔵さん、はじめまして。下北に出してるの、駅前に、なんか今日も本当はイベント、結構ね頻繁に駅前でお店出してて、なんてお店、私がっていうか、その下北の駅前でお店出されてることが多いんですけど、その中の一つで月1、2回出してます。で、ちなみに、新情報まだ出してないんですけど、晴れればです。雨だと中止になっちゃうんで、晴れれば28かな、来週の日曜日、日曜日だっけ、ちょっと詳しくはインスタにあげるんですけど、います、下北に。晴れれば、悪天候じゃなければいます。これが何や、これ何の線や、ちょっと待ってや、ごめんな。これが、これ抜いていい線か、これちゃうな、これはかな、これ違うな、これこれか。少々お待ちください。リングライトももう寿命ですか。うわ、光ったで。 うわとか言って、明るっ、めっちゃ作業しやすいよ。私の顔見えへんくなるで、その感じな。白さが増したね。これさ、一旦カメラオフとかできひんの？あ、できた。これ今カメラ見えてないってことやな。ちょっとだけ待ってな。え、これ大丈夫？配信止まってるわけじゃない？大丈夫？あ、ラジオモード。ちょっとだけ待って。ちょっとだけ待ってよ。ちょっと待ってよ。ごめんな、ごそごそ。手元のリクエストをお答えしたいと思って。え、でもさ、こう下に向いたらさ、私コメント見れる？コメント見れるかな？え、コメント見れる？ちょっとこれを。めっちゃ試行錯誤。ここから映したら
ごめん、携帯持ったほうがゴソ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 、すんません。こうやったらいける？無理？いける？めちゃめちゃすごいことになってるけど、ごめんな、めっちゃうるさいやろ、ごめんな。え、これ汚いけど大丈夫かな？机汚っ、大丈夫？いけるかな？ちょっと待ってよ、ちょっと一回オンにするわ。え、こう？あ、こんな感じで大丈夫？え、これ見えてんの？こうか、こうか、こうやな。あ、できました、じゃじゃーん。あ、これで私もコメントも入れる。ごめんな、これ汚い色だいぶ年季入ってます。違う。なんとか固定されましたんで、このまま続けていきたいと思います。チラってちゃんとしますんで。チラリよし。それではお手元、ごめんな、ちょっと汚い、ごめんな。さっきのリングがこんな感じに完成しました。キラキラ、見にくい、見えへんな、なんでこんなふわっとしてんの、ふわっとしてんの。こういう感じ、ホワイトのリングです。こんな感じです。かわいい、白く反射してるピン、こんな感じ。ライトなくした、あ、ライトの光のあれを弱めたらいいんか、こんな感じ、こんな感じです。キラキラ、レンズ汚れてる、え、嘘やろ、はい、汚れてんちゃうな、多分な、ふわっとしてんねん今日、なんか知らんけど、こんな感じ、見えへんな。で、こちら、調節可能リングになってるので、結構幅広いサイズにできるかと思います。どの指でも可愛いです。手でが。フリーサイズですね。フリーサイズです。可愛い。可愛いです。キラキラ。で、こちらは、後ほど。1つ目、じゃあ次がどうしようかな、ちょっと恥ずかしいわ、汚いな、怒ってるで、汚いで、そう、調節可能リングですね。なんか今リング材がシルバーしかないんで、シルバーの色に合わせたアクセを作っていきたいと思ってます。こんな感じのシルバーのリングがある。どんなん作りましょうか。苦しいこの台。じゃあ続いてちょっと形の違うのを作っていきましょう。そう、こんなパーツっていうかね、こういうね、あのシリコンがあるんですよ。それを使ってやってます。あ、パーツ、リングのパーツってことか、すみません、理解不足でした。覗いて覗いて。続いてどんな白にしようかな、次は。ごめんな、私こういうところにペットが貼っちゃうからさ、許して。マスキングテープですよ。あのシリコンにやっぱり細いなんか服の繊維とか
なんかお花の繊維とかがついちゃうので、それをマスキングテープでペタペタと取ります。あ、これで私がすごい下向いてても見えてる？さあさあ、どんなのにしようかしらね。ブルーの、あ、ブルーのシェルを使ってやっていきましょうか。シェルって硬いよ。よいしょ。かわいいシェルで、うん、一度そうやな、同時進行するか。そう、シリコン型です。PP の型って何？あ、そうです、貝殻です。カラーの貝殻を使ってます。よし、もう一個はアジサイを使おうかな。アジサイを、ピンクのアジサイを使いたいと思います。ポリプロピレン、タッパーなんかがそうです。会社で使ってる。へえ、樹脂なんか、でも割とちゃんとしたシリコンっていう鏡面仕上げっていうかな、なんかしてくれてるんで、すごい仕上がりはチュルチュル綺麗ですよ。いい感じ。まあ、たまにシリコン型なしで作ったりすることもあるんですけど、よし、ゴー。新しい、今公開中に新しいものを紹介していきたいと思います。こんな感じのシースルーのオーガンジーの蝶々レースを、透けてる透け感があるんですけど、こういう感じで少し揺れるシンプルめな、でも個性のあるこういう感じですね。ピンクのやつ、これ作ってます。ピアスを作りました。台紙は手作りです。で、
あとこういうこういうねこういう感じで飛んで止まっているかのようなこういう感じのキラキラビジューをつけた、これはイヤリングを作ってみました。このパールがガラスパールなのでちょっと重みがあって、それがまた可愛いです。こんな感じです。で、蝶々のカラーも2つあって、これは紫、水色みたいな感じのグラデーションなんですけど、もう1種類がこういう感じのパープル系の蝶々ですね。これもグラデーションになってます。で、ここはこういう感じでクリアのクリスタルビジューをつけています。これもイヤリングでご用意しております。ピアスバージョンももちろんあるので、あとね、ちょっと大きめで、これもガラスビーズを使ってるんですごい綺麗なんですけど、こういう感じで蝶々レース、今すごい流行ってるんですけど、蝶々レースをペタッと耳につくようになってまして、この下がグラデーションのガラスビーズになってます。かわいい。これピアスで準備しました。ここもね、クリアがとっても透け感のある透明感が凄まじいビーズになってます。かわいいです。春にぴったりのカラーでお作りしました。で、してる間に硬化が完了したので、続きをやっていきます。さあどうしようかね、さあさあどうしていきましょうかね、あなたたちを。やっぱブルーシェルを入れたのには、ちょっとブルーのオーロラのフィルムを入れようかなと思います。ブルーのフィルムあったかな、少々お持ち。ブルーのフィルム、ブルーのフィルム、ありましたね、ブルーのフィルムです。硬化は、完全硬化は、まあ本当にレジンによるから何とも言えないんですけど、まあ固まって作業できるくらいの硬さになるのは2分かな。これはちょっと涼しげなブルーで作っていきたいと思います。でも完全硬化にすると、まあ、まあやればやるだけ本当にね、レジンによるからね、なんとも言えないですね。今使ってる、これに今使ってるレジンは硬化はちょっと遅いんですが、透明感があるので、こういうね、透明感が必要な時とかは使ってます。だから割と使い、なんて言うんだろう、使い分けてやってますね。このね、ブルーのフィルムもめっちゃ綺麗ですよ。ブルーっぽい、パープルっぽいね、輝きがあるので最高です。ちまちま、そうですね、クリアとか、あとは割と涼しげなカラーも使っていこうかな。大きいと何回にも分けて硬化しなきゃいけない。
大きさというよりかはもうそうですね、大きいとそれは長くかかるし、あの私はこのシェルを、今だったらシェルを入れた段、その次の段に奥行きがあってフィルムを入れた段で、それをコーティング1回して金具を取り付けて、さらにコーティングして反対面もコーティングしてっていう感じに何層にも分けてるんで、割と早いかもしれないです。分厚ければ分厚いほどやっぱり時間はかかってくるかなとは思います。うん、多分私的にね。どうしようかな、こっちはオーロラのフィルムにしようかしらね。なんかお仕事で使いたいって言ってる方いるけど、何の仕事されてんやろ。こういうところの気泡がね、出てこい。やっぱり本物のお花使うとそれぞれの良さが出て可愛いですよね。いいですね。よし、もう一丁たっぷり入れました。たまには覗いてね。こちら。苦しい苦しいですね。あと最近作ったもう一つ紹介したいのがあって、かわいいですよ、春らしく、いちごちゃんです。いちごちゃんのこちらはイヤリングを作りました。大きなビーズでお花を作っていちごをつけてみました。かわいいツヤツヤいちご、ちゃんと裏側もいちごですかわいい、いちごちゃん個性的アクセサリーですね。かわいいやろ、いちごいいね、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 難しいねチロ。ちょっと多分このピンク使わへんからさよならします。もったいないけど、あ、でもその前に工程終わったんで次の工程に行きます。綺麗です、こんな感じで綺麗です、とても綺麗です。これはもうクリアでいくのがいいかな、背景はなしで。
よし、ゴーゴーゴー。そう、クリアでキラキラです。さあ、ピンクの出番は終了します。この消毒液を使って拭き取っていって、最後終わった時に水洗いします。今はとりあえず拭き取ります。よいしょ。このね、シリコンカップがすごい優秀です。こんな感じで綺麗になりました。よし、ゴミはゴミ箱へ。ここすごい荒れてるな、恥ずかしいな、バレるやん、何をって。こういう配信は自分のショップのやつでやるべきやと思うんだな、顔隠したやつ。荒れてない？これ大丈夫？すごいさ、このさ、枝とかさ、ちょっと年季が入りすぎてさ、なんかこう張り付いてるし、こうマスキングで。だいぶここ、こんな嫌やわ。これもうちょっと変えたら綺麗ながんねん。でもあっち使ったらな、カッターで切るときのな、やつ。これはもう汚れていい前のカッターの、あの、台。カッター台、なんていうの？カッターのやつ。職人の作業でかっこいいです。ありがとうございます。あの、普段台紙はですね、こういう感じで作ってます。で、これを全部切って作っていってます。全部ハンドメイドです。ぜひ台紙も見てみてください。よいしょ。さあ、これね。よいしょ。これで硬化が早い透明感のあるチュルチュルのやつをコーティングして一回取り外します。もう一回硬化します。今から何回すんねんって思ってると思うんですけど、しょうがないんです。もう職人だねこれね。これでなんか、あ、こんなに丁寧にちゃんと作ってるんだって思ってもらえたら嬉しいです。なんかプレゼントにとか、あの、梱包のプレゼント用に渡せるような梱包にしてるので、そのままお渡しいただいて大丈夫なようにしてます。ぜひお渡し用の袋がいる方はね、別途ちょっと取らせていただいてるんですけど、そのままで良ければ、あの、いい感じにやってますんで、作るの楽しいですよ。そう、カッターマットに汚れたやつと汚れた赤いやつがあって、これ前使ってたカッターマットで、でだいぶこのなんていうの、線がこうカッターの切れた線がいっぱい入りすぎて、次切るときにガタガタってなるのがちょっと汚くなっちゃうので、そのもう線が入って使えなくなったやつを作業マットとして使ってます。一応ここにね、透明のやつはあるんですけど、さらにね手間がかかるな。ありがとう、ロジーさんもそう言ってもらえて。カッターでカットの台紙、そうです。そのままの袋のやつもなかなかおしゃれですよ。ありがとう、こだわって作ってます。なんか1点だと、あの、オーガンジーの袋か、あの、可愛いリボンをした袋か、そのアクセサリーによって私のイメージでプレゼントっぽく届いた時のワクワク感とかも楽しんでもらいたいので、プレゼントに最適な感じで発送してるんですけど、
2点3点ずつになってくると、段ボールで、ちっちゃい段ボールで、もうそれがプレゼントギフトのような感じで梱包させてもらってます。で、例えばあの3つとか2つとか購入していただいて、何も希望がなければおまとめして発送するんですけど、もし2つ買って別々の人にプレゼントしたいんですっていうことであれば、別々に1つずつプレゼント放送させてもらうので、その時は事前にお知らせいただければなと思います。なんか気になることとかありますか？なんか今なら質問にお答えできる。ポイン、かわいい、ポイン。そう、あのでも事前に言ってくれないとわからないんで、その時はあのまとめしちゃうと思うんで気をつけてくださいね。なんとなるべくみんなのご希望に沿った形でねできればいいなと思ってます。コーティングします。もうこのね、これもちょっと汚れてきてて恥ずかしいんですけど、コーティングの時めっちゃ静かになっちゃうわ、ごめんな。すいませんすいません。めっちゃ静かやな、ごめん。ちょっと待って、もうすぐ。大丈夫かな？よし。よいしょ。はい、お待たせしました。と仕上げに集中してました。あ、嬉しい、みおんさん、そんなこと言ってもらって、思いやりを感じます。ありがとう、いい人、あったかい人ですね。ありがとう、泣いちゃうよ泣いちゃうよ、そんなの悪い人かもしれへんで、気付きやあれ、これもうちょっとで、これあれか、あ、もうちょっとであれまた変わってしまう。これはさすがに切らなあかん、切れちゃう、赤い数字になったけど。え、いや、今やる、ありがとうみんな、ありがとう、優しいんだから。あ、ポキポキとか言っちゃった、ごめん恥ずかしい指がね、疲れちゃうんですよね、すみません。みんなまた送ってくれたでしょ、ありがとう泣ける、私とほほ。指が太くなりますよ、こらって、まあ、ちっちゃい時からやってるから、なってないから大丈夫だと思うんです。え、太いもうネイルも何もしてません、もう。あ、ちびまる子ちゃんの時間？今何時？え、もうそんな時間？ね、ここの部屋時計ないね。今何時？今何時？今何？
今何時？あ、そうやね。ナレーションの方変わるんやんな。やばいやん。あと2分。録画だけしてきていい？この状態で録画だけしてきてもいいですか？録画だけさせて。ありがとう。ちょっと、開けます。帰りました。お待たせしました。帰りました。でも足元とか大丈夫？めっちゃ汚くない？大丈夫？あ、こっちゃん、こっちゃん、こっちゃんのボール落ちてるで、そこいいの？こんな感じです、いつも作業してるとき。うん、何も首出てる。はい、こっちゃん、ここにウニ持ってきたのか。どうぞ。ここやったらこっちゃん見える。こっちゃん見えてる？これ。こっちゃん見えてないな。もうちょっと待って、こっちゃん。そのまま。この辺か。ここや。こっちゃん、ここや。わかったな。もうちょっとそっち行ってるかな。よいしょ。ここか。ここや。見て。こんなリラックスする犬おる。ウニ。よし。さ、こんな感じでキラキラツルツルです。さあ、さあさあ、ピピ。あ、こういう向きにしようかな。おとなしいやろ。よし。見とる見とる。ああ。まだセットしてないのに、どこにレジン垂らそうとしてて。こうか、どうしようかな。こういうの、こういうの、よいしょ。こうかな。チュルルチュ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 ルルチュ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 ルルチュ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 。ミニ UV ランプの登場です。チュルチュチュ。ここち
定されるくらいになれば完全効果ではないので。こげ茶に薄茶？何のやつ？コーヒー豆みたい。どれが？どれどれ？ん？これ？これブルーとピンクやで。そういうこと？あ、こっちゃん？こっちゃんか。あ、コーヒー豆。あ、そういうことね。こういう感じですね。コーヒー豆ね。コーヒー豆。じゃあな、ウニやんな。ウニの中身やんな。これ恥ずかしいやろ、もうな。だいぶ長いことこの入れ物使ってるでな。もうベタ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 になったんで、これは自分で貼りました。さらにベタベタにもなってますけど、マシです。で、今から金具が取れないようにレジンで覆いかぶせます。やっぱ強度も大事なんでね。すごい風やな。よし。よし、ゴー。ゴー。雨もね、すごかったね。だるまインコさん、こんばんにゃ。お寿司食べたい。お寿司食べたい。痛っ。あ、ニキビがりって、もう間違えた、吹き出物がりってした。痛い。あ、痒いと思ってチュイチュイってしたらニキビやった。痛い。ニキビちゃんは吹き出物や。あ、痛い。たまらん。あ、痛かった。なんやかんや1時間半やで。エアちゃんはニキビで許してくれる？ありがとう。じゃあニキビいったわ。もう痛い。でもな、今はマスクするからな。マスクでカスクするでな。しょ。でもここや、あごのとこ、後になりませんように。多分大丈夫。どこ見え？ここや。痛いね。ニキビでええよ、優しいわ。こっちゃん見て、見える？こっちゃん見て。こんなことなります？こうかな。リラックス度がすごすぎるよ。よし、完成しました。じゃん。ブーフって言ってる。ビー。こんな感じです。ちょっと私の調節しなきゃ緩いんだけど、こんな感じです。ブルーとブルーのシェルのリングと
アジサイのお花のリングです。アジサイの花びらが入ってます。でさっきのがもうちょっと丸みのあるタイプですね。白色こんな感じです。かわいいでしょ。いいね。チュル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 です。チュルチュルですよ。かわいいんだけど、こりゃかわいいんだけど、チュルチュル、こっちの作品置きに置いとこうかな。そうですね。はい、どうしようかな。あまり出来がいいと売りたくなくならない。私も欲しいっていう時はね、自分用にも作ります。自分用にも作りますね。ちょっとよいしょ。あ、お久しぶりです。よいしょ、取れへん。よいしょ、お久しぶりです。コバです。ちちち、見てほしいのがあって、ここ私のアクセサリー置きなんですが、こういうのとかは自分で作ったりしてます。こういうの、あと自分で作ったの一個なくしてんやんか。お気に入りの、見て、かわいいやろ。ボンボンライト、ピカン。こういうのですね。これはでも他の作家さんから買ったものですね。でもあとは昔使ってた、最近使ってんのこっちばっかりなんだけど、この辺のは昔使ってたアクセサリーを飾ってます。ですね、ですね、ですね。はい、かわいいドライフラワー。っていう感じです。ネイチャーって何？ネイチャーって何？大輔さんこんばんは、かわいいな、ありがとう。よいしょ。そう、作家さんって言いますよ。はい、帰りました、元のポジションに。さあ続いては、もうね、私いろんなものをいろんなタイミングで好きなように作るからね。リング作ってたと思ったら急にピアス作り出したりとかするからね、気をつけてください。何をって何を。よし、次はじゃあ配信終わろうかな。だいぶ長いこと配信してるから今日。じゃあ次のが完成したら終わろうかな。どうしようかな。ブルー系で作っていこうかと思います。こっちゃん、カミカミしないよ。ブルー系なので、このグリーンのアジサイを使っていきたいと思います。
アジサイ綺麗だよな。次は何になるのかの？お楽しみに。アジサイってね、あんまりツンツンすると良くないんで、優しくツーンとちょーっとね。あとお花はやっぱり気泡が入りやすいので、まあ、それも良さだったりするんだけど、なるべく気泡がこっち向きに作る。なるべく入らないように。あ、ここに入ってるわ、でっかい気泡。あ、出てこい。うんうん、来客で席を外してみました。おかえりなさい。アジサイとかも素材として販売されてることもあります。ありますあります。今から3ついっぺんに作りたいと思います。同時進行で。さよなら。シェルもブルー系でいきます。シェルもね、綺麗なのよね、これまた、うん、後ろでぬいぐるみ動いてる。あ、これかわいいやろ。え、そうやな、やめてよ、違うぬいぐるみ、やめてよ。でもうちにあるぬいぐるみはどれ動いてくれても可愛いわ。うん、どれ動いてくれても OK。なんか仲良くなれそう。そうやな。あ、オッケー。じゃあ次は、パールを入れてみましょう。こういうパール、あ、もう少ない。新しいのあるんだけどね、出さないと。多分まだあったはずなんで、刺さなきゃいけないですね。よいしょと、こういうクラッシュも、こういうね、ちょっと粉なんで、クラッシュもラメではないんですけど、なんていうやつだろうね。どっちに入れようかな。今ちっちゃいパールをこっちにも入れちゃおう。ほい、あ、終わった。パール、パール終わっちゃったで。あ、じゃあこっちにパールとかすみ添えるよ。パウダーではないんですよね。ちょっと、うん、スマみたいな。ルクちゃうな。スーッと閉めてたん違う二人で。そら閉まらへんわ。で、ちょっと今から使うのね。あの、これ耳かきなんですけど、これ私使ってたわけじゃないんで、耳かきですが、すいません。私は使ってたやつちゃいますよ。
これをね使う用の耳かきなんで、これがねちょうどいいサイズでねうまいこと取れてくれるんですが、これ私が使ってたやつですよ言ったら思うよな。これ用に買ったものなんでね、ご安心ください。行こう。ゴー未使用説教中。この間にカラーを作っていこうかな。ホワイトに、ホワイトと、ブルー系なんで、薄いブルーを作りたいんだけど、作れるかしら。おう。薄いブルーを作っていきたいと思う。このブルー使ったことあったかな。本当にねこの着色料も本当にちょっとでいいんだよね。このくらいで一回いこうかな。なんかみんな最後まで見てくれてんねんな、ありがとう。こんななんでもない配信を、ただ私が作業してるベラベラ喋るっていうだけの配信を見てくれて本当にありがとう。あ、入れ忘れた。まあ失敗ではないからいいか。こういうのバレる。そう、だからこう入れすぎるとね、すごい濃い色になっちゃうんでね。ちょっとずつ、ちょっとずつ。トゥルルトゥ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 、トゥルルチュ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 、トゥルルチュ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 、トゥルルチュチュ、トゥルルチュチュ。ということで。今回はこんな半透明の美味しそうなブルーができました。よし、硬化ができたので、うわー綺麗うわー綺麗で、ここにちょっと薄めの色を足したいので、ホワイト、かわいいお色ができそうですよ。こんな感じですね。かわいいブルー、パステルブルーができました。こっちにはもう一段シェルの段を作ります。そうやな、せやねんな悩む。
シルちゃんはフィルムのダイヤ、フィルムがねまた綺麗なんですわ、キラキラ大好き。なんかさ、やりたいことが思い浮かんでれば早いねんけどさ、浮かんでない時とかさ、割となんか浮かんだのにすごい時間かかるやつとかおる。なんでも時間はそれぞれですけど、迷う。せやな、あ、また、あ、やばい、この枠以内に収め、やな、コインがもったいないってことやんな。え、あと何 ?4 分無理や。無理や。これは無理やで。いい色、ロージーさんせやろ。ちょっと薄いブルーにしていきます。薄いブルー、綺麗やな、こりゃ綺麗で。迷ってきた、全部せやな、どうしよう、もう一色作るかとかしてたらな、コインありがとう、なんかみんなに頼りっぱなしなことですみません。ちょっとグリーン、グリーンを作ります。ちょっと入れすぎたかな、あ、大丈夫大丈夫、優しめグリーンが完成しました。よし、うん、せやな、よし、お元気ですか。あ、こぼしそうになったわ。なんか気づけば画面ちょっとあっち向いてた。徐々に動いてたら気づかへんかった。こっちゃん見てください、こんなことあります？
あふれるこっちゃん。こっちゃん、こっちゃん、あふれとるで。あふれてますよ。おお。あ、口も開いとりますせ。寝癖もすごいですせ。あー、しんどないその寝方。大丈夫？モフモフいいモフモフです。かわいい。でもね、自然と上向くから気持ちいいやと思うんですよ。その無表情やめて。その無表情やめて。はい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 。はーい、手上げて、はーい。こちょ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 。こちょ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 。こちょ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 、おい、手で呼ぶ、いつもこちょ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 ちょっとあんた頭に血のぼるわ。ちょっとちょっと溢れすぎ。ちょっと片手じゃできひんで、こっちゃん。よいしょ、もうちょっと、あ、せめてそうし、はーい、はーい、はい、帰りました。ちょっとあそこに猫のスリッパあんの恥ずかしいねんけど。脱がれた猫のスリッパが、かわいそう、ポイってされて、かわいい、せやろ、スリッパこっち見る、モップスリッパなんバレるしな。グリーン系、あ、グリーン系かな。あ、でもな、グリーン、あ、でもグリーン系だから、ちょっと白、ほぼ白グリーンみたいな方がいいかな。いつもこんな感じで試行錯誤しながら、こっちかな、あっちかなって感じでやってます。プチュー。ちょっとブルー混ぜてみる。意外と綺麗になったりして、あ、綺麗綺麗、ほら、ほぼ白寄りのグリーン、もうすごい風、うまくできてるといいな。ちょっとマーブルっぽい感じ。
そう、同じ色は二度とできないですね。一回きり。そうなんですよね。なんか単色でもその混ぜる量によってやっぱりどうしても色は変わってくるし、同じのってできないですね。もう2時間もしてる。34人の人が見てくれてる。ありがとう。思いもかけず長時間配信になりました。私はさ、基本作業してるときさこんな感じやでさ、私は作業してるから2時間経った気せえへんねんけど、みんなよう見てくれてるな、ありがとう疲れてきたら終わってありがとう。この今作ってるやつが終わったら終わろうかなと思います。ありがとう、こんな長い配信見てくれて。何って特に話してもないしな、ごめんな。動く喋るやーちゃん久しぶりに見た。なんか髪の毛の色落ちてきた。スクロップしたい。手を見る配信。またね、作業風景はまた次はじゃあやるときは2年ぶりの配信だ。マジで？そんなマジで？次こういう作業おしゃべり作業動画は作業配信かは。あれにしようかな。ショップの方も盛り上げていこうかなと思ってるんで、ぜひショップの方もフォローしておいてください。もうね、この手元が映せることが皆様のおかげで分かったんで GO!履歴見たら2018になってて、マジか。ツイキャスなしてへんもんな。結局何の配信がいいんやろうと思ったけど、ようわからんわようわからんわ。こんなさ、ごめんな、机こんな、もうちょっと片付けながらやりなさいって怒られる。これをもともつくだけでも配信いけるよそれで怒られるなら自分は廊下でバケツ持って8時間くらい経ってないかな。いやでも
なんか作業してたら今日マシな方やわ。あのもっともっとな大荒れになるから、大荒れするから。なんか ひどい時はさ、作業スペースまでこれだけみたいな、もうこんだけみたいな時とかある。いやみんな最終的に帰る場所があるから、あの綺麗にはなんねんけど、作業してあれもこれもやりたいになるから、すごいね、すごいことになるよ。いやね、それぞれ帰るお家はあるんですよ。さあ今から型を外していきますが、綺麗になってるといいな。きれいきれいきれい、いいよいいよ、ここ、あいいね自画自賛がすごい。さあ最後コーティングしていきます。最後じゃないか、配信してるからす、うん、なんか多分スタートが多分今日まだ作業してなかったん、配信まで。だから綺麗スタートやから維持できたかな。多分これあの配信を途中で作業の途中でやろうってなってたらめっちゃ荒れてたかもしれない。いつもね後半戦はね、ここまだスタート地点やから、こっから荒れ出すからね基本。さあコーティングに入ります。すごいガタガタ言ってる。また真剣や、コーティング。うわーこれは綺麗やで。いつもね出店の1週間前ぐらいからね、あのやばいやばい新作やばいやばい新作ってなってね、やばいんで、私もまたなると思いますんで、新作新作が在庫がってなって。次晴れてね、あのあれがいい、あの風も少なければ出店はすごいいいんですけど、風もねなかなか下北やばいんで。ほんで、そう前回すごい強風やったからな、みたいな顔コーティングね。そうです、そうそう、風がね凄まじく吹くんでビュービューですよ。おっちゃん溢れてます送ってくれてありがとう。みんなのおかげで一回も切ることなく進められてるようです知らん、分からへんからようですになっちゃう。
次回はね、また作業風景はショップの方でやって、お話配信はこちらのアカウントでやろうかな。どっちもミックスになると分かんなくなってきちゃうからね。犬猫のいる生活っていいな、いいでしょ。なんかね、この体勢戻しても戻してもこの体勢になっていくんで楽なんだと思います。戻してみますね。よくね、戻すんですけどね。よいしょ。これ一応こう中に収めて、めっちゃ見てくる収めてあげてるんですけどめちゃめちゃ見てくるやん。何や、あ、こんな感じです。綺麗です。めっちゃ綺麗やで。で、これを今からバレッタにヘアクリップですね、つけていきたいと思います。かわいい、並びを決めます。こうかな。またこうですね。こっちでも可愛いか。どっちにしようかな。迷うなこっちかな、こっちやな。 OK かわいいやろ。そうです、髪留めになりますよ。一つずつつけていきます。こういう感じで固めてます。指先の紫外線ね、まあ確かにな。ウニから移動開始してまたウニに帰るから。
そうやね、すぐ定位置に戻るから。最後に作ったら終わるって言って、なんで最後これ選んでんの、時間かかんのにな。みんなを付き合わせてしまってる。そう、なんかね、こっちゃんはね、結局移動してウニに帰るんですよ。何のために移動したかよくわかりません。さあ最後コーティング作業に入って乾かして終わりです。ラストコーティング、ん、あ、文字が鳴き始めた。文字マジ？寝言？よし。コーティング。もうね、マジもこっちゃんもめちゃめちゃ寝言います。うちの子たちは。こっちゃんはもう夢めちゃ白目向きながらワンワン言います。もずくさんは尻尾を夢の中で何かあったんでしょうね、膨らまして寝てんのに尻尾ボワーって。私も言ってるかもしれへん。3人寝言言うてんの、うるさいで、寝てる時じゃ。2つだけ出しちゃってた。これはまとめてくるくるくるぽい、くるくるくるぽいして、あとで入れる。白目もうね、白も白やで、こっちゃんの白目今まで見た中で一番白かったわ最近。こっちゃんね、もうほんまにもう普段開いてる目よりもでかい目で白目見てた。ちょっと最初また白目と思って笑っちゃってんけど、え、ちょっと待って、気失ってるんちゃうよなみたいなくらい。
ちょっと待ってくださいね。ちょっとずらしますよ。気のせいでした。文字かなと思ったけど。文字がどこから鳴いてる？文字。いらっしゃい。おいで。おいで。おいで。もう行かへんの？もし文字が来れる道あるのに。あい。テンション上がってきた。こちゃん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 、うん、うん、あ、よし、ちょっとごめんな、完成しました。あ、文字も来た。こんな感じに完成しました。綺麗。チルチル。はい、ということで皆さん、すごい長い時間の配信になってしまったのに、見てくれてありがとうございました。よいしょ。間に合い間に合い間に合い。はい、皆さん長い配信見てくださってありがとうございました。マジおいで、マジこいつ、私、あんたこっちゃんや。マジ？あ、こへんの。はいはい、こっちゃんか。はいはい、ということで皆さん、2時間半も見てくれてありがとうございました。またね、こういう配信は次はショップの方のアカウントでやります。そしてまた適当にお話ししましょう。配信は私のアカウントからやろうかと思いますので、皆さんぜひまた私のことを忘れず待っててください。そして来週の日曜日だったと思います。後で上げますね、インスタのショップの方にお知らせね。なのでもしよかったら、一日晴れてたら下北沢の駅前でお見せしてますので、ぜひ遊びに来てください。ということで皆さん、残り1分ないかな。ありがとうございました。それでは皆さん、ありがとうございました。それでは皆さん